テイラーが、そうですね、さあ、葛原、あ、アキ選手、粘ったけど、よく粘った、あ、メイヨが押し込みました、でパスを入れるっていうことが大事になってくると思います。さあ、河村、ジャンパー、田島がよく後ろから手を出していた。そして田島朝日決めた。目は来なかった。走りたいですね、ここも。はい、おー、高橋に通った。いや、ナイスパス、ナイスシュー。当たったというようなシーンですよね。やはり名誉選手のシュートの今日確率がとてもいいので、はい、名誉選手にボールを集めて得点を取った瞬間に。まさにリリースしなくてはいけない。桜井選手よく守りました。はい、